薄暗い階段の下、ブロンドの美少年二人がお互いの手をしっかりと握って、不安そうにあたりを見回しています。綺麗な金のネックレスと洋服から、彼らが高貴な身分であることがわかります。この二人はエドワード5世とリチャード・オブ・シュルーズベリー。15世紀にロンドン島へ幽閉され、そのまま姿を消した王子様たちです。イギリスの歴史の中で最大のミステリーとも言われるロンドン島の王子たち。彼らはロンドン島内で殺されたと広く信じられていますが、実は王子様たちはロンドン島から逃げ、遠く離れた村で暮らし、長生きしたという見解を持つ歴史学者もいます。今回はイギリス史上最大のミステリーの一つ、ロンドン島の王子たちについて、関連する絵画を交えながら見ていきましょう。1483年4月、イングランド王、エドワード4世が亡くなりました。彼の長男、エドワード5世が国王に、次男のリチャード・オブ・シュルーズベリーが推定相続人になりました。エドワード5世はこの時12歳と若かったため、エドワード5世の叔父のリチャード3世が摂政に就任されました。エドワード5世はそれまで王になる勉強をするため、ロンドンから離れたラドロー城に住んでいましたが、父親のエドワード4世の死去により、王位を受け継ぐため、護送をつけ、ロンドンへ向かいました。その途中、エドワード5世は摂政のリチャード3世に出会います。リチャード3世は、エドワード5世を護送していたリチャード・グレイとアンソニー・ウッドビルを反逆罪で逮捕し、エドワード5世を戴冠式まで守るという名目で、ロンドン島へ閉じ込めてしまいました。リチャード3世は摂政ではなく、王位につくことを企んでいました。エドワード5世の弟、リチャード・オブ・シュルーズベリーは、母親のエリザベス・ウッドビルに守られ、ウェストミンスター寺院に避難していましたが、リチャード3世は言葉巧みにエリザベス・ウッドビルを説得し、リチャード・オブ・シュルーズベリーもロンドン島へ連れて行き、そのまま閉じ込めてしまいました。王子たちのロンドン島での生活は、エドワード5世が戴冠式を行うまでのはずでした。しかしリチャード3世は何かと理由をつけて戴冠式を遅らせました。リチャード3世にはある計画がありました。エドワード5世の父、エドワード4世は大変美しく、女たらしな王として有名で、たくさんの妾と恋人がいました。そのことをリチャード3世は利用しました。エドワード5世の母親、エリザベス・ウッドビルと結婚する前、エドワード4世がたくさんの恋人の一人、エレノア・バドラーと結婚していたとして、エリザベス・ウッドビルとエドワード4世の婚姻関係は無効。よってエドワード5世は諸子であると主張したのです。エドワード5世が諸子となり、王位継承権がなくなると、エドワード4世の弟、リチャード3世が王位を受け継げます。リチャード3世はエドワード5世は諸子説を無理やり押し通し、エドワード4世が亡くなってから約2ヶ月後の1483年6月、イングランドの王様になりました。ロンドン島へ幽閉された王子様たちは、1483年の夏頃まではロンドン島の庭で遊ぶ姿が見られていましたが、次第に姿を見せることが少なくなっていき、やがて二人は殺されたという噂が広まりました。その後ロンドン島の窓から白い服を着た二人の王子がじっと庭を見つめていたとか、真夜中にロンドン島から子供の笑い声が聞こえたとか、王子たちの幽霊の話が囁かれるようになりました。この二人の失踪事件の犯人はリチャード3世で、彼は二人の王子が成長し、復讐してくることを恐れ、家来たちに殺害させた、という説が広く知られています。しかしリチャード3世が二人を殺させたという証拠も、二人が本当にロンドン島で亡くなったという証拠もなく、1483年の夏頃を境に、王子たちがロンドン島で消えたということ以外、確かなことはわかっていません。それにもかかわらず、こんなにも王子たちはリチャード3世に殺されたという説が後世まで語り継がれているのは、事件が起きただいぶ後、1513年にトマス・モアがリチャード3世伝という本で事件について言及したからです。リチャード3世伝には二人の王子の失踪事件についてこう書いてありました。リチャード3世が部下に指示し、二人の男によってエドワード5世とリチャードを窒息死させた。
さらにその後1592年、シェイクスピアがリチャード3世という話で、リチャード3世を徹底的に悪の存在として書き、リチャード3世は権欲欲に駆られ、王子で実の甥のエドワード5世とリチャードを亡き者にさせた悪者というイメージが定着されました。そして1674年、ロンドン島の修繕作業をしていた労働者が階段の下から木箱に収められた2人の子供とみられる骨を発見しました。骨の損傷が激しく、本当に人かどうかもはっきりとせず、ロンドン島が動物園として使われていたこともあったことから、動物の骨の可能性を示唆する人もいましたが、この遺骨は王子エドワード5世とリチャードだ、と騒がれました。この遺骨はちゃんとした分析もされないまま、エドワード5世とリチャードとして、ウェストミンスター寺院に保管されました。そしてロンドン島で行方不明になったエドワード5世とリチャードの話は、いつの間にか実の叔父の命令により、ロンドン島で殺された王子たちとして語り継がれ、ジョン・エヴァレット・ミレーをはじめとする様々な画家がロンドン島の王子たちを描きました。絵の影響もあり、多くの人が欲にまみれたリチャード3世が自分の王位を脅かす存在の王子たちを殺したと信じています。しかし近年、リチャード3世が王子たちを殺した説は、リチャード3世のライバル、ヘンリー7世がリチャード3世のイメージを落とそうと広めた嘘で、王子たちはロンドン島から脱出していて、別のところで生きていたという説が出てきました。研究者が言うには、リチャード3世はエドワード5世とリチャードのお母さん、エリザベス・ウッドビルと秘密の契約をしていて、2人をロンドン島から逃がし、別の人生を歩ませていたらしいのです。というのも、ロンドンから遠く離れたデボンのコールドリッチ村に、エドワード5世がそこに暮らしていたと思われるものがあるんです。コールドリッチ村はエドワード5世の異母兄弟のトマス・グレイが支配していましたが、ちょうどエドワード5世がロンドン島から消えた頃、コールドリッチ村にジョン・エヴァンズという男が突如現れて領主になりました。そしてエヴァンズはある教会を再建させ、エドワード5世のステンドグラスを作らせました。このステンドグラスのエドワード5世の冠の下には41匹の鹿が描かれています。これは教会が再建された1511年、エドワード5世は41歳であること、エヴァンズが鹿の公園の管理者であることを示していると言われています。つまりエドワード5世のステンドグラスにわざわざ41匹の鹿の絵を足したのは、鹿の公園の管理者のエヴァンズはエドワード5世、41歳ということを示したと歴史学者は考えているんです。ちょっとこじつけのような気もしますが、確かにロンドンから遠く離れた村の教会に、エドワード5世のステンドグラスがあるのはちょっと不自然です。エドワード5世はロンドン島で殺されておらず、どこかで生きていた、と考える人は割と多くいて、これまでたくさんの研究者たちがウェストミンスター寺院にある王子たちの遺骨とみられるものの DNA を分析させてほしいと王室に嘆願してきました。実は研究者たちはエドワード5世とリチャードの母方の祖母の遠い子孫がオペラ歌手のエリザベス・ロバーツであることを突き止めていて、彼女の DNA と遺骨の DNA を比べることで保管されている遺骨が本当に王子たちの遺骨であるかはっきりできる可能性が高いのです。エリザベス女王の時はこのお願いは拒否されましたが、チャールズ王は調査に乗り気のようで、長い間研究者の間で議論されていたロンドン島で発見された王子たちの遺骨とされているものが、本当に王子たちのものかはっきりする時が近いうち来るのかもしれません。ということで今回は、ロンドン島に閉じ込められた王子たち、エドワード5世とリチャード・オブ・シュールズベリーについてでした。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。